はいどうも、北海道樽市在住大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日夜9時にいろいろな紹介動画も上げてますんで、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今回皆さんにおすすめしたいアニメ、こちらの作品になってます。魔法学院の不適合者、史上最強の魔王の子と転生して子供たちの学校へ通う、ということでライトノベルが原作の作品になっていて、2020年にアニメがスタートしている作品になっています。今これ撮ってる現段階では10話ぐらいで、ものすごく面白くなってるんですけど、やっぱりですね、このアニメの一番のいいところは、こんな魔王いいなって思えるっていうね、そういうところが面白いと思います。あとは原作がライトノベルの作品なんですけど、これなんですか、縛りか決まりがあるのかわかんないですけど、めちゃくちゃ題名が長い作品が多いなっていう印象がありますね。正直ですね、僕みたいなおっさんはそのタイトルの長さでちょっと敬遠して見てなかったんですけど、見てみるとめちゃくちゃ面白い作品になってるんで、ご紹介していきたいと思います。2年前に忘却の限りを尽くした魔王アノス・ヴォルデゴードは、長く続く戦争と殺し合いを続けることに虚しさを感じて、敵対していた勇者カノンに和睦を申し入れるんですね。その内容は、自分の命と機会に人間界、魔界、妖精界、神界というね、4つの世界に1000年壊れることのない壁を作ることによって種族間の争いをなくすというものだったんですね。そして勇者カノンはその魔王アノスの言葉を信じて、アノスの命と引き換えにその魔法を使います。そして自分は2000年後に転生をするから、もし再び出会えたら友になろうという約束をして、アノスは一度自分の命を絶ちます。1000年後、魔法の時代に前世の記憶を持ったまま、人間の夫婦の子供として魔王アノスが転生します。アノスは魔王ということで、生まれてすぐ言葉も喋れるし、1年ぐらいで高校生ぐらいの大きさに成長します。そのアノスが招待状が届くことによって、自分の子孫たちが作った魔王を育成する学校、魔王学院に通うことになります。アノスは魔族の少女ミーシャと出会い、2人で魔王学院に合格はするんですけど、魔力量検査と適性検査の結果、自分が魔王であるのにもかかわらず、学院で初めての不適合者という烙印を押されます。そして転生した時代では、忘却の魔王は自分ではなくてアボス・デルヘビアという名前で、どこかで歴史が書き換えられているんですね。そんな事実を知っても、アノスは魔王なんで、どこか楽しんでるようにも見えるんですね。そして2000年ぶりに転生した魔王は、元々の自分の部下たちも記憶を操られて敵対していたり、1000年経った世界の常識の違いなんかも楽しみながら、アノスは魔王なんで、余裕を持って世界で生きていくというお話になっています。そして気になるのは、転生した勇者カノンとの出会いはあるのかっていうところとか、歴史を書き換えた人物は誰なのか、なんかそれがカノンだったら的なとこもね、なんかちょっと思ったりなんかもしてるんですけど、で僕はこの作品見てて思うのが、やっぱりですね、人の上に立つ人間として圧倒的力と圧倒的余裕と圧倒的自信ですよね。これが不可欠なんだなっていうことをですね、この作品を見て改めて感じさせられたと思います。ということで今回この魔法学院の不適合者という作品をご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。